4月始まりのカレンダーということで、はい、お仕事だと挑戦を忘れずにと先ほどお言葉にもありましたが、はい、何かプライベートでやってみたいこと4月から始めてみたいことなどあれば教えてくださたいですずっと言ってるんですけどキャンプに行きたくて幼少期わりと毎年家族でキャンプに行ってたんですけどこういう仕事をしてからなかなか行く機会がなくなってしまったのであのーまあ、去年も行ったんですけど。 今年は必ず去年行ったっていうのは言葉にしたっていうことですけどなかなか行けなくて結局今年行けたらいいなと思ってますキャンプで具体的に何がやりたいですか焚き火バーベキューそれだけでいいです <laughs> ありがとうございますお仕事では挑戦を忘れずにとありましたが何か具体的にやってみたい役柄であったりシチュエーションなどありますか そうですねまあ、今回その4月から始まる4人芝居っていうのも新たな挑戦少人数でのお芝居を作るっていうのも新たな挑戦ですし、えー、例えば映画であったりとか職業的な弁護士であったりとか医者であったりとか専門的な何かっていうのも演じてみたいなと思いますし。 ままだまだこういろんな役があると思うので自分が挑戦したことない役っていうのを見たらまた自分が見えてくるものが変わってくるのかなと思ってうん何でも挑戦していきたいなとと思いいまますねありがとうござスポーツマンでも知られ,ます知られてますけども野球、あのワールドクラシックベースボールがありますけど注目されている選手とかいらっしゃいますえー 僕、まだ誰がメンバーなのかも知らないくらい見れてなくて大谷選手が帰ってきたってことは知ってますあんまり野球、やっぱりテニスの方がそうですね、でもあの去年、サッカーのワールドカップとかはやっぱ見てたんで野球も始まったら見るんだろうなっていうのはあるんですけど今から注僕、でも大谷選手はやはり海外で活躍して。 日本に帰ってくるので、そこはどういったプレーをするのかは、すごく楽しみですね、はい。ありがとうございます。本日のイベントが昨日に引き続き2日目ということで、昨日はい、あのファンの方からどんなあの反響とかあのメッセージとかありましたでしょうか、あと、イベントやられた感想をお聞かせください。うん、そうですね まず感想といたしましては、あの久しぶりにやっぱコロナがいろいろあったので、こういった接触イベントがなかなかできなかったので、え皆さんも久しぶりにお会いできたっていうのを、すごく喜んでくださいましたし、まあ、カレンダーもね待望で皆さん待ち望んでくださってたので、それをこう届けて、まあ、何月が良かったとか、えー、これ、みんなに配りますであったりとか、えー、そういう交流ができたのは、すごく良かったなと思いますし。 こういうことをやったことによって、えー、こういった会える接触イベントであったりとか、えー、僕は歌も歌いますのでそういうコンサートであったりとかっていうのをこうより多くやれるようにしていきたいなと思いましたありがとうございます。えー、カレンダーブック、えー、手に取ってくださった皆様本当にありがとうございます。 4月からこれからいろんなことの挑戦であったりとか新たな門出であったりとかいろいろあると思いますので僕のカレンダー僕とともに毎日毎日何かを刻みながら楽しんで生活してくださったら僕は幸せですありがとうございます。